800万世帯に支持されこだわりの本格時代劇を作り続けている時代劇専門チャンネルと良質なエンターテインメントとサービスを届け続けている国内最大手のケーブルテレビ JCOM2016 年両者が初めてタッグを組み 4K 撮影で挑む共同制作新たな本格時代劇の幕が今開く 原作〈池波翔太郎池波の神髄江戸の闇社会を描いた名作短編を初映像化〉〈主演松平健表と裏の顔を持つ男たちの運命が交錯する物語を豪華キャストで描く〉 池波翔太郎時代劇スペシャル顔。オ2016年初夏 J.COM に登場松平さん本日はお忙しい中ありがとうございますどうぞよろしくお願いいたします さあそれではではすねここからは松平健さんに少しお話をお伺いしてまいりたいと思います。今回、あの先ほどからそして皆さんに正面のスクリーンで今、ご覧もいただいておりますけれども作品の、えー、タイトル「えー、顔」というタイトルこの題字を書かれたのが実は松平さんというふうにお話をお伺いをしておりますがどのような思いを込められてこちらら書きになられたんですか、えー、そうですすかそうね、まあ、あの最初は本当に私でいいのかという、えー、思いでしたけれども。 えーまあ、今回は「顔」という作品で、ねえー、裏の顔を持ったこの重造役をいただきましてですので「まあ、その彦」という字はですねその表の顔で、えー、もう右の方の字がまあ裏のしっかりとしたっていう、まあ、両面がこう見れればいいかなという思いで、まあ、それに全体的にこう見たときに。 顔に見えるようなそんなななというなるほどまさにこの顔の一文字に作品の世界観をこう表現してくださっているということでございますけれどもさあ、えー、作品のタイトル「顔」まあ、この「顔」というタイトルには人間誰しも 裏の顔がある、まあ、完全な善悪で割り切れない部分が人間の中にはあるんだという、まあ、池波作品ならではの意味合いというのが、えー、込められているようにも感じられます。えー、町田松田らさんの思う池波正太郎作品の魅力についてぜひお聞かせください。そうですね。やっぱりあのその登場人物の魅力って言いますか、えー、あの思いもかけないその裏を持ってたりっていう、えー、この人がこんなみたいな。 えーまあ、今回は特にその出演者の、えーまあ、私のほかに中村克夫さんの,あの旅の絵師だったりして、えー、その温かな絵を描く人間が実はあの親も子も捨てた薄情な人間だったとか、えーまあ、もう一人、えーまあ、商人の大変 優しそうな商人が裏では、えー、盗賊の頭だったりっていう、まあ、そんな3人の関係がその今までの生き様をですね、えー、話してるうちに昔つながりがあるというなんかそういうあの人間的な魅力ですかねやはり池波作品にはこう普遍的な人間の営みというか人間性というものが描かれていると。 ことなんでしょうかね、はい。はい、ありがとうございます。 さて本作品でございますが先ほど少しお話も出ましたけれども池波作品の名手である金子成人さんの脚本それから今時代劇注目の山下監督そして京都うずまさの撮影スタッフということでございましてもう本当にこの時代劇を作るにはもう万全のといいますか非常に充実した撮影現場になっているかと思います。撮撮撮影影影現場の雰囲気今ままさにあの撮影中といいいうお話でございますけれどもあるいは撮影エピソード ごございいままししたたら何かか紹介いただけますでしょうかえそうですね、あの撮影、本当に順調にあの進んでいまして、えー、エピソードということといいますと、なんでしょうね、やっぱりその4機で撮ってるってことは、ですねあのやっぱり我々このカつラかぶって、その網っていうのがすごく気になって、その直しが大変時間がかかりますね、えー、それでまた松竹で撮ってまして、 えー、松竹は大変あの時代劇で今忙しくてですね、あのー、我々がずっとやってた東映の方からスタッフが応援に来てるという、まあ、そんな状況でやってて、まあ、顔見知りが少しいるんで、えー、気持ち的にはあのー、あの楽になっております、ただ雰囲気的にはですね、あのー、やはりその大先輩と一緒に共演してるんで、えー、緊張感あふれたあ雰囲気になってますけども。はい はい、ありがとうございますもうますます作品楽しみになってまいりました、えー、さてあの杉田社長今回 J コムさんとの初めての,この共同制作でこの作品松平健さんというあの役者さんにお願いをしたその理由といいますか松平健さん役者としての,この魅力どんなところにあるというふうに杉田社長思われますか、まあ、あの見れば皆さん誰でもご存知のように、えー、とこの風格というか存在感というか。 やはり時代劇にはなくてならない人だなっていうのはまあ注目の一致するところですしえそういう意味それとやはりあのえっと松平さんのんのですか池波み者って言ったらいいんですかそのもう一つのこういわゆるあのなんですか暴れん坊将軍のようなこう非常にこう華やかなものと違って人間の影のある部分が 割と拡大して出てきて出きいま,すまあ大人の時代劇と言っていいと思いますけどもそれにはあの、えー、松平さんのような存在感のある人が出ていただくと影の大きさみたいなものがこうあの実感できますんで、えー、そういう意味ではやはりいけなみ者にはなくてならない人と言っていいんじゃないかと思いますけども。 なるほどありがとうございます松平さん、今、の人間のこう影の部分を描く、まあ、池波作品という,うお話も杉田社長から出ましたけれどもそういったものをこう演じる上でこうえで苦労される点ですとか、ええ、何かこう工夫される点などはございますすかそうですねやっぱりあのイメージがやっぱりその将軍のイメージがあって、まあ、ヒーローもの、まあ、爽やか、えーまあ、そんなイメージはございますけれども。 今回の役がまたそういったものは一切なくてですね、えーまあ、その辺は自分でもですね今回はあの、まあ、挑戦ということで、えー、できるだけ、えー、なんでしょうね現場でもあまり笑顔を出さないようにはしてますけども雰囲気作りとして。はい なるほど挑戦といいう,ようなお言葉も出てまいりまりしたさて長く時代劇の世界でも第一線を走り続けていらっしゃる松平さんの時代劇にかける思いというのはどういうものをお持ちでいらっしゃるんでしょうか、はい、やっぱりあの先ほど杉田社長もおっしゃってましたけどもそのこれだけ時代劇が減っていく中でですね、えー、やはりあの 見たいといいととうあの大人の方がとっても多いわけですねですからやっぱりそういうあの大人の方に喜んでいただける、えー、本格的時代劇をこうしてオリジナルで作っていただけるってことに対してすごいうしくてですね、えー、ありがたいと思ってますまあそれがあのどんどんまた若い人にも広まっていけばとそんな気持ちもありますね。 ありがとうございます。またこの作品を通して新しい時代劇ファンが増えるといいですよねというところでございます。